う少しだけ待っててね。お菓子でも食べて待っててね。すぐにお姉ちゃんも来ると思うから。今日のお茶はね、レシアスのプラチナムリーフだよ。エルフの里で取れる超高級品だって本で読んだことがあるけど、もしかするとベゼルムさんって本当にメーカの出身なのかな。まさかだよね。あんな面白い人がそんなわけないよね。お待たせ。やっと仕事が片付いたわ。お仕事お疲れ様。すぐ用意するから待っててね。はい、プリムの入れるお茶はいつも最高に美味しいのよね。久しぶりだから楽しみ。皆さん、大変です。あれ、トマ、あなたもお茶でもどう？それどころじゃないです。検閲ですよ。指紋官が。検閲？ついこの間会ったばっかりじゃない。なんでまた。早い話が、城の奴らのガサ入れよ。反体制派をあぶり出すためのね。あなたが捕まるちょっと前に会ったからしばらく先だと思ってたのに。もしかして取り戻しに来たのかな。旦那様をですか。アジトがバレてるとは思えないけど、最悪を考えとくべきね。でもこっちにはデモンたちもいる。いざとなったら実力に訴えるのも。いよいよ犯行ですか。あくまで最後の手段よ。ひとまず隠れてて。まあ、これはキグナス様、ようこそステラ座へ。どうぞごゆっくりご覧になってください。ふむ、先ほどは騒がしかったようだが、客は返したのか。ええ、お仕事に差し障ると困るので叩き出してやりました。そうか、商売の邪魔をしたな。いえいえいえ、とんでもない。うちはいつもお勤めが最優先ですから。あの、せっかくいらっしゃったんですし、お茶でもいかがですか。今日はとてもいいのが手に入ったんです。ほう、そうなのか。では用意はしておいてくれ。わかりました。特に問題はなしか。閣下、もうおいでになっても大丈夫です。え、閣下ってまさか。
まったく大げさなやつだな。これでは城下の散歩もできないぞ。マグナスターか、かっか？どうしてこんなところにマグナスターかっかが？驚かせてしまったか。忙しいところすまない。縁あってこのアステリアを治めるセリウス・マグナスター。あ、もちろん存じております。お嬢様方はこの劇場の関係者か？あ、はい、支配人のミュゼと申します。その妹のプリムです。そうか、今は君たち二人がステラ座を守っていってくれているのかな。お邪魔してもいいかね？どうぞご案内します。あのステージまだ使っているのかね？いえ、今はステージの方は。そうか、劇場としてはもう廃業しているんだったね。それにしてもあんなに小さかったかな。懐かしいよ。あそこから見下ろす酒場はとてつもなく広く感じたものさ。え、カッカがステージに？ああ、そうだ、お茶を追加しないと。私が行ってくるよ。あ、うん、お願いね、プリム。お待たせしました。カッカのお口に合うかどうか。ああ、ありがとう。ちょっと、なんでプリムが運んできてるのよ。それが、厨房には誰もいなくて。え？あの子はどこ行ったのよ。そう。何か心配事かい？あ、いいえ、大したことでは。あ、お茶が冷めないうちに。では遠慮なくいただくよ。カッカ、お待ちください。まずは私が毒味を。そう騒がなくていい。毒でどうにかなるようなこの私はとっくに死んでいる。確かにうまいね。抜けるような爽やかさが素晴らしい。なるほど、これなら酒場だけの営業でもやっていけるだろうね。ありがとうございます。聞きたいことがあるのなら何でも聞いてくれたまえ。あいにく忙しい身でね、次の機会があるとは約束できない。でしたら遠慮なく。閣下はこのステラ座にどんなご縁が？ああ、当時のことを知る者はもうあまりいないのだが、実はかつて私は旅芸人をしていたんだ。旅芸人って歌ったり踊ったりするあの？まさにそれだよ。一人娘と共に町から町へ旅する毎日。このステラ座の舞台にはその頃何度も立たせてもらった。娘は才能に恵まれ売れっ子だったが、私の方はもう散々でね。よく酒の入ったお客にめちゃくちゃにやじられたものさ。
アジを飛ばすとは、なんという不届き者でしょう。もう昔の話だよ。それに事実、私には才能が不足していた。舞台に立たせてくれるだけでも涙が出るほどありがたかったのに。食うに困った時はミルダ支配人がこっそり食事まで出してくれた。ミルダおばさん、辛く苦しく、だが充実し幸せだった。そんな思い出がここにはたくさんある。しかし、あの可愛かった娘ももういない。病を患い、私より先に遠くへ旅立った。だから、このステラ座は最後に残った娘との思い出の場所なんだ。孤児院になると聞いた時には、わずかながら援助もさせてもらったのだが、まさかミルダさんがあんなことになってしまったとは、本当に残念だ。あんなことって、やったのあんたでしょうが、しらじらしい。お姉ちゃん、そうだったんですね。まさかカッカとステラ座にそんな過去があったなんて。カッカ、そろそろお時間が。おっと、そうか。つい長居してしまったな。名残惜しいが仕方ない。営業時間中に迷惑をかけたね。久しぶりに幸福な時代を思い出せたよ。そんな、今が一番お幸せでしょ。このアステリアを統治しているんですから。傍らから見ればきっとそうなのだろうね。だが自分の胸にぴったり収まるものでないと、心の隙間は埋められないものさ。ではこれで失礼するよ。あ、マグナスター様、すみませんが、ちょっといいですか。ちょっとプロメス、下がれ。閣下に近づくことは許さぬ。いや、いい。で、何かね。できればサインをいただけたらと。サイン、いきなり出てきたと思ったら。いいだろう。今日の礼とすれば安いものだ。しかし参ったね。とっくに歌手は廃業してるんだよね。これでいいかね。キュンキュンです。これからも応援を頼むよ。市民の協力あってのアステリア。敵襲か。あれは何だ。町に迷い込んできた魔物か。いえ、タイミングが良すぎます。おそらく閣下を狙ったものかと。お急ぎください。今は何より閣下の安全が。分かった、行こう。
か。なるほど。それでは、あの魔物は。はい、うちの用心棒たちが総掛かりでなんとか退治しました。本当か？あのような魔物、用心棒不全に倒せるとは。うちの用心棒はとびっきり腕利きなんです。誰の手柄でもよい。被害が広がらなかったのが幸いだ。それは閣下のおっしゃる通りですが、どうせこのようなことを企むのは魔王の手下に決まっている。おそらくはあの魔物もこれを狙ったのだろう。これだけはそう簡単に渡すわけにはいかないのだよ、ミュゼ君。はい。私とこの町を危機から救ってくれた英雄諸君を呼んではくれないかね。できれば直接会って感謝を伝えたい。それが何か不都合でも？大変申し上げにくいんですが、奴らは礼儀を知らない荒くれ者で、閣下がお会いになるような者たちではありません。それに今はみんな戦いで負った傷の治療中なので。閣下、まだ安全ではありません。ここは城へお戻りください。そうか。ならば無理は言うまい。私が感謝していたと伝えてくれ。はい、それはもう間違いなく。支配に追って報酬を送らせてもらう。ありがとうございます。それではまた。
びられたものだな。このようなつまらぬ手で私を倒そうなど、まだ手の者が潜んでいたのか。魔王の手下め、どこまでも邪悪な奴らだ。さあ正体を見せよ。渡さん、ミュゼ君、このものに見覚えは？いいえ、知りません。少なくともうちにお客として来たことはないはずです。そうか、やはり単独の刺客か。この者の意思は封じてある。捕獲の必要はない。はい、了解いたしました。とんだ騒動を起こしてすまなかった。それでは今度こそ失礼するよ。貴様もだ、ついてこい。
よ。君が来るまでの間にまた新しい情報が手に入ったね。トマ君の行方を知ってるらしいある人物と連絡が取れたのさ。僕は商人でもあるからね、もっと褒めてくれてもいいんだよ。で、その人とここで待ち合わせたんだが、どうやらまだ来ていないらしいな。
間に合った。いや、ごめんごめん、すっかり迷っちゃって。こういうだだっ広い場所は方向を見失いやすくて困るよ。君、今の発言を東大が聞いたらきっと泣いて悲しむよ。あ、その件だよ。今日は君と話したくてここに来たんだ。彼を助けに行くのを今は待ってもらおうと思って。僕はエリク、精霊魔術師のエリクさ。城ではデモンたちを作っていた。君たちのリーダーステラ座のミュゼ君に話しておきたいことがあるんだ。おっと、そう構えないでよ。僕自身閣下から見れば裏切り者なんだ。覚えてる？君が城から逃げ出した時、そもそも僕は君たちを見逃してるんだよ。ステラ座を閣下に、いやマグナスターに報告する気ならもうとっくにしてる。まっともな告白だね。君もそう思うだろう？分かってくれたか、エリク君のこの高潔な魂を。ともかく彼は危険を顧みずに僕らに協力してくれると言ってるんだ。そこまで褒められるとは。我ながらまた露骨に怪しい人物になるね。まあ今まで素性を明かさず助言をしたり、ただでさえ怪しいのは自覚しているけど、今すぐ信用しろとは言わないけど、できれば僕をステラ座に案内してほしい。一人で行こうとするといつも不思議と道に迷っちゃってさ。お願いできるかな？ありがとう。不安なら僕を踏んじばってくれてもいいよ。で、トマの情報を探しに行ったのに、なんであの変な男が来てるのよ。何よそれ、正直めちゃめちゃ怪しいじゃない。それにトマくんの救出を待てたなんて。ええ、到底納得できる話じゃないわ。いや、そう言わずにぜひ話を聞いてみてくれよ。彼はいいやつなんだ。すごく気前もいいしね。出たわね、この主戦道。ぐえ、散々ラジオで儲けてるくせに、あんたどんだけ欲深いなよ。一体いくらもらったの？正直に白状しなさい。確かに金は受け取った、受け取ったよ。でも彼を案内したのは革命の役に立つと思ったからね。ともかく彼がトマ君に関して情報を握ってるのは確かなんだよ。それに幸いここは革命団の本拠地だ。もし彼がこちらの脅威だと分かった場合は、全てをなかったことに。するのもありかもしれないわね。だ
だろう。確かに。お姉ちゃん、それじゃあ完全に悪役だよ。これで話は決まりだね。早速だが彼に会ってみてほしい。デモンゲイザー、いざって時には君によろしくお願いするよ。というわけで紹介しよう。こちらが精霊魔術師のエリク君だ。マグナスターのあまりの非道に憤り、我が革命団への協力を約束してくれた。あんたがレゼルモを買収した物好きね。で、何の御用かしら。買収って、また人聞きが悪いな。僕は彼に紹介料を払っただけだよ。革命団ってそういうシステムだって聞いたんだけど、違うの？初耳ね。その話は後にしよう。そうしてくれると助かるかな。さて、それより本題だけど、トマ君は無事だ。とりあえず今のところはだけど。どこに捕まってるんですか？やっぱりお城の中？いや、残念だけどそれはまだ。それより聞いてほしいことがある。今すぐ彼の救出に動くのはまずい。たとえ居場所が分かったとしてもね。エリク君、そこはできれば詳しく説明してくれたまえ。そうでないとここにいるみんなはとても納得しないと思うよ。襲撃事件の犯人がステラ座に連れ戻されたら、当然ここが目をつけられてしまう。審問官のキグナスが見逃すとも思えない。自殺行為だよ。それは確かに。でもこっちも簡単にはやられないわよ。デモンのみんなも力を貸してくれてるんだし。本気で言ってる？スターゲイズの力はもう見たはずだろ。スターゲイズ？何よそれ。蓄えられた莫大な勢力によってマグナスターの瞳に宿った力さ。あの瞳、スターゲイズに見入られた者は奴の操り人形にされてしまうんだ。もしそこのデモンゲイザーが虜にされたら、どうやって革命を続けるつもりなんだい？そうだよね。うん、確かに最もな意見だが、しかしだからといって革命団がトマ君を見捨てるとは思えないね。へえ、それまたどうして？互いへの信頼だけでこの革命団は成立してるからよ。自慢じゃないけど、うちにはお金もないし、権力への魅力もない。だからもし信頼を失ったら、もう革命団はやっていけないの。トマを完全に見捨てると決定した瞬間に
革命団は壊滅したも同然よ。なるほどね。単に感情的な理由ってわけじゃないのか。だったら提案がある。もし本気でトマ君を助けたいのなら、まずはキグナスから倒すべきだ。どういうことですか？キグナスは審問官であり、歌姫でもある。そして彼女はその歌でこの区域全体を呪縛しているんだ。ボイスクリスタルを知ってるだろ？あれは彼女の歌を増幅する装置さ。なるほど、そういう仕組みか。確かにここは彼女の管轄だもんね。もしキグナスを倒せれば、この区域の人々の呪縛は解ける。すると、より多くの人が革命団の主張に耳を傾け、味方になってくれる。そうなれば、もう検閲を恐れる必要はない。トマ君も安心して戻ってこれるはずさ。目覚めた人々の抵抗を恐れ、マグナスターも好き勝手はできない。ええ、それこそ私たちが目指す革命よ。一人一人は無力でも、みんなが協力すればきっとマグナ…よかった。納得してくれたみたいで。説得に失敗したらこのまま消されちゃうのかとヒヤヒヤしてたところさ。え？な、何バカなこと言ってんのよ。私たちは平和を愛する革命団よ。暴力的な制裁とか闇に葬るとかそういうのとは一切無縁なんだから。もうエリク君たら全く冗談がきついんだから。そりゃそうだよね。はあ、心配して損したよ。言いたいことは分かったけど、一つだけ聞いてもいい？デモンを作ってたような人間がなぜ今更マグナスターを裏切るの？それはマグナスターにもうついていけなくなったからさ。これまで僕たちは共に輝かしい未来のために歩いてきたのに。僕の意見にも耳を貸さなくなってしまった。何のために今まで頑張ってきたのか。このままでは全てが水の泡になってしまう。全てを正しい道に戻すためには、もう革命団と一緒に彼を倒すしかない。そう思ったから疑われるのを覚悟で君たちに協力することにしたんだ。ま、しばらくは半信半疑でいいさ。どっちかというと僕は行動で示す方だから。